こんな学校行事面倒なだけだわ。まあそう言わない、2年生も林間学校に行ったんだし。今度は我々3年生が修学旅行に行く番なのだな。そして私ら年少組も今日から移動教室に出発です。なぜか中学1年生の先輩方と合同ということのようですね。あ、それはなるべくなら分散を避けるようにと大社のご配慮があったからだよ、すみちゃん。一緒に小旅行だなんて嬉しいね。ですねですね。いっぱいお土産買ってきますね。そんなの気にしないで、自分たちが思いっきり楽しんできなって。そうだよ、思い出作りをしっかりね。留守中のことくれぐれも頼みますわよ、芽吹さん。心配は無用です、弥勒さん。日頃忘れがちだけど、弥勒さんって3年生だったんだよね。ええ、フレッシュでピチピチの私ゆえ勘違いされるのも無理はございませんことよ。でも修学旅行が2泊3日というのは少しショートすぎやしない？まあ四国内の移動ですから、それくらいでも十分なのではないでしょうか。うんちゃん、私いい子にしてるからいっぱい楽しんできてね。速攻で帰ってくるから待っていて、高島さん。アンジュ、調子に乗って食べ過ぎたりするなよ。生水には気をつけるんだぞ。大丈夫だよ、子供じゃないんだから。心配性だな、田町先輩は。何かあればすぐに連絡しますので、皆さんで旅行を満喫してくださいね。いざという時には鏡船で駆けつけますし、ゆっくり羽を伸ばしてきてください。そろそろ出発の時間じゃないか。いってらっしゃい。勇者部2年生一同、しっかりお留守番しながらお帰りを待ってます。うむ、では3年生は駅から列車で出発、1年生と小学生はバスで出発いたします。行ってきます。私移動教室なんて初めてだよ。どんなことをするのかな。オリエンテーリングとか移動先にある工場見学が予定に組み込まれてるみたい。でもね、それはあくまで名目上というか表向きの話なんだよ、あやちゃん。そうなの？じゃあ本当の目的は何か別のこと？みんなでお泊まりの醍醐味といえば、大きなお風呂で背中の流しっこをしたり、お布団に入ってから順番に好きな人を告白し合ったりすることなの。だけどどうしよう、私好きな人。ああダメダメ、その話は夜のお楽しみにとっておいて。アンズさん張り切ってるな。シュピーシュピー。もうそのっちったら行きのバスで寝ちゃうなんて。ふぅ、私も眠いよ。娘の作ったしおり昨日なんとか読もうとしたからさ。読もうとした？5ページで挫折した、ごめん。細かい字でびっちり書いてあるんだもん。はあ、せっかくの機会だから二人にもきちんと社会勉強をと思ったのに。勉強はするって。なんたって今回はホエールウォッチングできるみたいだし。社会というよりそれは生物の観察ね。それにさ、移動した先での醍醐味といったら、私らにはあれがある。ユーマ探し。ああ、ヤマライオンとも言われる猫科の。それはピューマだね。西暦時代に存在したイタリアという国の首都。それはローマだね。寝言でのツッコミありがとう。でも違う、今度こそ本物のユーマを見つける。失敗しても叱られてもめげない、その謎の情熱はどこから来るのかしら。今回は大丈夫、アンズさんが一緒だからきっと何かうちらの知らないネタをくれるはず。え、私
ユーマね。そういえば漁船の乗組員が人型を見たとかって噂が。人型ってなんすか？文字通り人の形をした謎の白い生物らしいよ。水中から現れて謎の言葉を発するとか。人型、嫌な予感しかしない。どうせまたジェミニってオチなんじゃない？夢のないこと言うなよ。だいたいあいつは海に入らないだろ。それに人型はそこまで大きくないと思うよ。未確認だから詳細は不明だけど。ロマンだな。アンズさん、アンズさんも一緒に捜索してくれますよね？え、ね？え、それはちょっと怖いかも。お願いしますよ。フーさんがいたら絶対許可してもらえないし、アンズさんだけが頼りなんです。私が頼り？そんなに言ってもらったら断れないね。うん、できる限り頑張ってみる。はあ、美味しかった。地元を離れて食べるうどんもまたいいわね。昼食の時間が余ったら各自ショッピングの時間に当てて構わないそうですわ。さっきチラッと見たんだけど、そこのお店に可愛いキーホルダーが売っていたわ。何種類かあるなら、いつきとお揃いで買っていってあげようかしら。お揃い？あ、私も高島さんに。あ、でもそういうのって重いかしら。そんなに巨大なキーホルダーなのか。そういう意味じゃないでしょうが。夏目も買う？いつきとお揃いで。そうだな。でも私は鍵なんて持ってないから。そう。じゃあいらないか。弥勒さん、私と一緒にお土産を見て回らない？え？千景さんが私をお誘いに？感激ですわ。無論やぶさかではございません。じゃあ行きましょう。犬坊崎さん、小羽倉さん、また後でね。さあ千景さん、この私がいるからには素晴らしいお土産を吟味して差し上げましたよ。それはどうでもいいのよ。私はただあっちに気を使っただけ。あっちとはどっちで？あなたって意外と鈍かったのね。結局腹ごなしに散歩に出たはいいけど、今日も今日とてまた海か。海は嫌いか？嫌いじゃないわよ。どっちかといえば好きだけど。そうか、よかった。なんで黙るの？え、風こそ。どうしよう。いつもいつきがいるから自然に話してたけど、考えてみれば私、夏目と二人で話したことって数えるほどしかないんだった。話題、何か話題は？どうしよう、何か言わないと。いつもは風が喋ってくれているが、たまには私が楽しい話題を提供しないと退屈させてしまうかもしれない。何？その、なんだ、泳ぐか。泳ぐ！水中なら喋らなくても大丈夫。我ながらいいアイディアだった。黙っていて気まずい空気になるくらいなら泳いでた方が全然いいわ。ふう、意外と泳ぎがうまいな。
夏目、瀬戸のマーメイドを捕まえてごらんなさい。おりゃー。わあ、まるでジュゴンだ。ふう、どこまでもついていくぞ。クジラさん出てきてくれなかったね。もしかしてお昼寝中だったのかな。もう、あやちゃんたら、いちいち言うことが可愛いんだから。絵本作家になれそう。クジラより人型ですよ、あやさん。目を凝らして人型を探してください。どうしてそんなに怖いものが見たいの。本当に出てきちゃったら困るよ。何かしら、あそこ遠くの水面が異様に波立ってるけど。スマホのカメラでズームしてみよう。最大までズームしたらぼやけちゃう。それに手ぶれもすごい。なんだあれ。うおー、今のっておたけび。聞いたこともない謎の音だわ。これってまさか。なんか見えた。長い髪でおっかない顔で人の形だ。本物の人型。無事に帰ってきたのはいいけど、なんかみんなすっごい疲れてない？私はそうでもないけど、燃焼組はどうしちゃったのかしら。もう二度と好奇心で怪物は探しません。ユマ怖い、人型怖い。お姉ちゃんと夏目さんはどうしてそんなにぐったりしてるの？筋肉痛って。はあ？修学旅行で筋肉痛って二人で何してたのよ。それはそうと、なんでアンズだけそんなにツヤツヤしてるんだ。怖いものを見ちゃったから、夜はみんなでくっついて一緒に寝たんだ。それで怖くないようにいっぱい楽しいおしゃべりしたから、とっても充実できたの。けど割と近いところに行ってたみたいだけど、お互いの組は遭遇しなかったの？全く。ま、回るコースが違うので当たり前といえば当たり前ですわね。ミロク、私と雫にお揃いのキーホルダーありがとう。お礼には及びませんわ。ハートフルね、ミロクさん。ナイスな心遣いだわ。ミロクさん、鈍いけどよく気が利くってどういう人なの？そのまんまでしょ。学年別もいいとは思うけど、やっぱり旅行は勇者部全員で行きたいね。そうやね、やっぱり賑やかなのがいいわ。みんなでワイワイ楽しく。賛成、賑やかが一番です。